はい、こんにちは、徳きです、えー。今日はですね、えー、ゼロから始める普通の人のための YouTube 活用メモということで、もう第6回になるんですけど、まあ、ちょっとね、あの完全に僕のためのメモなんですけども、あのご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。今日はあの動画をツイートするときのやり方についてまとめておきたいと思います。まあ、これもね、あのやってる人は当然やってるよって話なんですけど、 まあ意外に知らない人もいるみたいなので、まあ、YouTube の動画って、YouTube に励げだだけだと、まあ、なかなか本当に見てもらえないんですよね。あの当然、登録者が多い人は全然別ですけど、僕みたいに登録者が少ない人は本当に見てもらえないんで、Twitter で見てもらうっていうのはすごい大事で、Twitter で何人か見てくれると、それによって YouTube が、その あのロジックでおすすめに入れてくれたりみたいなのがどうもあり得るっぽいんで、最初はやっぱツイッターとかフェイスブックとかで動画を紹介していくのが大事だと思うんですけど、この動画をツイートするときに、YouTube のリンクだけで投稿すると、こんな感じになっちゃうんですよね。これツイッターで見ていただくと、便利は便利なんですよ。この見た感じ、ちょっと画像が見にくいんですけど、 選択すると、この大きくなって、そのままプレイヤーが開くんで、見る人からすると楽だと思います。ただ、やっぱこの開いてない状態だと、目立たなさすぎて、誰もね、これなかなかクリックしてくれないと思うんですよね。で、多くの YouTuber の方がやってるんで、真似してるのがこれですね。YouTube のサムネイルの画像自体を画像として添付して、 リンクをするっていうパターンです、ね。まあ、皆さんもこれ、YouTuber の方のツイートで見たことあると思いますけど、これのデメリットは、動画見ようと思って、ここをクリックすると画像が開くだけって、ちょっとこの知らない人がするとちょっとイラッとするやつですね。動画見ろって言ってるら、押してやったのに、なんやねんみたいな感じになっちゃうんで、ここのリンクをクリックしてもらわないといけないって、ちょっとめんどくささがあるんですけど、やっぱこの方がタイムライン映えはやっぱ明らかにすると思うんですよね。これ、あの、 これちょっと羽生結弦選手についての動画なので、いいねがやだろうと思うんですけど、このリンクだけのやつの場合には130で、画像付きだと345って、まあ倍以上になってる感じですね。やっぱりツイッターのタイムラインで興味を持ってもらわないと、そもそもクリックしてもらえないんで、ちょっとね、この OGP の状態だとなかなか厳しいと思うんですよね。他の写真とかテキストだけの投稿に比べての。 見え方として。で、個人的にはこの画像添付をお勧めしたいと思います。で、本当はちゃんとこの画像を添付するだけじゃなくて、ちゃんと追加した方がいいよっていうのがこれですね。あの、これはたまたま、あの、羽生結弦選手のツイッターの記事を書いたときに、個人的にもあの、ファンの方が感謝のコメントをくれてびっくりしたんで、まあ、ちょっとお礼というか、それの表明も含めて、こういうテキストを書いてみたんですけど、 まあこれだと本当、あの、2000いいねとかいただいていて、まあ、やっぱり単純な自動投稿のツイートよりも、当然ツイッターなんで、ちゃんとそのコミュニケーションしようとしているツイートの方が反応がいいって、もこれ、まあ、当たり前なんですよね。これ、これはもうね、あの、手抜きなんですよ。記事のタイトル、動画のタイトル動画を見るにはこちらのリンクをクリックっていうもうね、固定のリンク、あのテキストが入ってるだけなんで、 本当はこれがベストです。毎、まあ、回こうやってテキストでやる。ただ私は、あの、ちょっと、いかに、まずは YouTube をやめないかっていう、続けるかっていう方をメインにしてるんで、あの自動投稿にしちゃってるんですけど、いずれにしても、あの、ちゃんとやったほうがいいですね。で、それによって、やっぱり通常は、この、YouTube のアクセスが、私の場合もほとんどが、その、まあ、通常はこの関連動画と、 多分ブラウジングとか YouTube 検索とか、YouTube の中で見てもらうのが普通なんですけど、この、あの、羽生選手の動画に関して、こうやってツイッターであの非常に多くの人にリツイートしていただいた結果、このもう半分以上が外部からのアクセスで、まあ、ほとんどがツイッター、まあ、ツイッターとあと、この羽生選手のファンの方のブログにも取り上げてもらってきたので、これはまあ、あくまで羽生選手がすごいんだって、あの僕がどうのこうのって話じゃないんですけど、まあ、 YouTube でも本当に Twitter でバズればこういうことがありうるっていう例ですね。まあ、これをちょっとあの羽生選手に教えてもらったんで、今回の記事はあの羽生結弦ファンに教えてもらった動画をツイートするときはサムネ画像付きがいい話というタイトルになっている次第です、はい。ぜひ皆さんもトライしてみてください。今日もありがとうございます